愛知県出身の33歳です。あ、若いね。はい、お、今回もチャンスじゃないですか。いいぞいいぞ。ちんちゃん3色まである。いや、これ本当にジャイアントキリングですからね、ここやっつけたら。お、大井プロ、想像が熱いね。ドラドラ。そうはさせるかか。ドラドラか、うん、いや、面白い面白い面白い。想像が高くなりそうですね、これ。大輔さんも想像多かったんで。そうなると三浦プロが有利かな。ショッとくるかもしれないですね、1-3で。ね、もう一度、イーソーコーンもありそうです。でもね、卓が決まった時ね、大井は三浦に対してぶん殴ってやるからって言ってましたからね。うん、なんで？あの、俺らの卓に来て、そんなに倒したいなら、もうまだまだそれはさせないよと。ああ、そういう意味ですね。はい本当に出したらマージャン。あの、物理的な方じゃなくてマージャンでやっつけてやるって言って、マージャンでやっつけてやるって言ってました。いや、でもね、自分らのところ行きたいっていうのはね、うん、言ってくれたんで、はい、嬉しかったんじゃないですか。そうですね、若手、ね、の挑戦を受けるよと。みんな避けてたんでしょ、シータク。シータクというかこのタクは空気感がね、ちょっとね、俺が行っていいのかなみたいな。あの、秋と大井、そして、あの、鈴木と大井のね、こう掛け合いも少しありましたからね。そうなんですよね、はい、打ちたいって言ってたんで。まあ、鈴木からしたらね、なんか最速最強らしいけど、俺最強位だけど白黒はっきりつけようじゃねえかと、なんかね、そういう感じにも見えますし。あ、いいシャンテンか。シャンテンですね。さあ、どうなる。もう3万切りましたか。ちょっと伸びてきませんね。こうなると大井がチャンス。カンちゃん埋まった時にリーチをするのかどうか見たいですね、この想像の高い状況で。いや、嘘。うん、うわ、ドラさん、ドラさんか。しかもこれ寛容にもいけるね。クリタンありますね。あ、ここはまずはシンプルにローピンから行く。ウーマンとか引くと今度ちょっと選択も出ますよね。そうか、まあ、でもそしたらピンフに取るんじゃないかな。リャン嘘のリャン目待ち、うん。でも一旦中袋に取ってからのピンズの変化ってありますよね。あるいは3層切って変速3目待ち、うん。いや、それだったらピンフのいい班の方が枚数的にはね、はい、やっぱ自分で4枚使ってるスチーソーだ。あ、今チーピンちょっとね、はい、まあ、でもしょうがないか、でかっこで言うと。あ、リアン層がちょっと薄くなってきたか。想像は高いですよね。秋がリアン層1枚捨てている、うん、リアン層がこれ厳しいかもしれない。まあ、初を切ってきました。おそらくスッチーソー3ピンするんですかね。ローピン先切りの筋もありますし。あ、3ピン狙いですか、スッチーソーじゃなくて。はい、まあ、はいはい、あの、単純にドラで打つこともないですね、後から。メンホンチートイツの方が。ああ、そうか、ウーソー山にないんだもんね。ないんですよね。うわ、急走あります。さすがに重い。急走なくはないですけどね、クイタンのメリットを考えれば。はい、あー、スーマン切った。リアンソーってそんな嬉しくないじゃないですか。ドラ出ちゃいますからね。先に引いたら楽になるし、はい、てかもう実際厳しいね、リアンソーね、うん。三浦は 1-2-3、1-2-3、2-3 とできて3色が半分ぐらいできてるんですが、まだ雀刀がない、うん。でもちゃんと3色狙いだね、これね。これチーマン、チーはあると思います。チーして急走、はい、うん。で、これでまずは1回テンパイは数層と3品のシャンポン待ちからの変化。まあ、3ピンはね、筋かかってますからね。だから3ピンはないですよ、あんまり。ない、しかも出る形じゃない。そうですね、はい、変化期待でしょうけど。これ想図が変化したらどうします。どういう変化。例えばツモ、ローソー。あー、そういったら実装3ピンに受けるんじゃないですかね。あ、そうか、その時は3層が切れます ね、 ね。リャン層とかだとそのままですかね。あ、これ、あ、これはシャンポンのまま。そうなんですよ、 こうなると厳しい ね、スーピンヒットのリアウピンとか取れないからね。このままになるかもしれない。スーピンからだと喜んで買えると。ただ数層いますからね、山に。数層が1枚あるダイレクトに、はい、妨害の4枚目と。はい、このまま上がるがあり得る。割と麻雀ってそういう仮点からのひょっこり相撲ってありますからね、うん、ありますよね。お、スーピン、これやっぱ仕掛けやめましたか。仕掛けのに警戒してってことですか。チーピンとイーピンを通っていますが、ションパイですね。どうするこれ。あれ、そうか、急走切ってるしね。サブロ急走振り点ですね、うん。あと一数層にも受けられないしね。そうですね。
町増えてないですもんね、振り手の可能性だけ。結局同じ町、はい、いや引かないね、引かないですね。三浦いいシャンテン親番、なくなった、スーソーなくなった、これでスーピンク、トンハクシャ、トンハクのまくっつき。ペイはペイいるの、バゼロ、あら、え、確かに、え、これじゃあトン、トンハク引いたら大変じゃないですか。トンはまだ1枚、あ、2枚出てた。いやこれハクも3枚残ってる、ハクが結構ハクツモのテンパイが濃厚ですよね。ペイ2枚とハク3枚、これ多い危ない、これ多い危ないですよ。というか大輔さんハイパイ相当ひどかったんだけどね、おい危なすぎる。だってちょっとこの変化何がある、あ、これ振り手は取るかもしれない。うわ振り手にはしたやっぱ3品の出上がりを捨てたくない。だから3品、あ、一気通貫だこれ、チーピン、あー、テンパイですよ、チーピンバニ、うん、2枚、3枚切れ、あ、3枚切れ、でもでも出そうだもんね、だ掴んだらね。あ、ここはそのまま数層積もは大きく見ましたかね。いや大鈴木チャンス、大チャンス、この深い順目でまだ全然上がりがあり得る、欲しい牌が山ほど山にある。この順目でこれが5枚いるってすごいね。白3枚、ペイ2枚、トンも一応2枚あります、あ、トンも1枚、うん、来たか、来ない、打ち切れる、ウッパーマン、いわゆるこれ間4件、うん、1回トンか、トンは打てますね、握りのトン、うん、とりあえずいった、ぶっ放す、まあこれが大輔さんだな、うん、行った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 ぞ行ったぞ行った、トンがなくなる。中華ハクとペイは5枚あります、全部残ってます、回だけ。まさにここは佐々木久人流の引き算打法が成り立っている。行くか、テンパイ入ったら面白い、広くはなった、広くはなった、もう、あ、でも急速切ってる、振り手の可能性があるが、まあでもリーチが待ってますね、こうなるとね。いやー本当にそうなると、いやこれ本当にハクペイがある。あ、ここにハク来た、これは打てないから、親番の三浦ここはやめ、うん、やめですね。さあどうだ、リーチ来た、リーチだ、リャンウパーソー来た、メンホン、メンホン、リャンウパーソー飛んできた、嘘はない。リャンゾが、リャンゾ番に2枚、1枚ある。パーソーは、パーソー手に2枚、バニゼロ、パーソーが2とリャンソー1、3山多い順から、多い、リャンソー危なくないですか、リャンソー危ないですね、3層、うん、パーソー引いたら3層も一応あるような気もするけど、リャンソー危なく見える。しかしノータイムリーチだったね、ノータイムやめるかもしれないのが多いよね、ドラさんですよ、うーん、待ちがちょっとね微妙じゃないですか、いった、あ、まあまあそっか、メンホンにはまだ見えるのか見えないのか、マンズがかなり序盤で切れてる、見えそうですよね。秋ウーピン通ってない牌です、リャンウパーピン丸ごと全部通ってない、これ牌手多いプロ、いや、あ、そうです、牌手多いですね、でそうですね、多いが牌手、やめ、秋は降りた、親の三浦も降りている。さあ鈴木大輔のリャンウパーソー、白黒はっきりつけようぜ、どうだ、ダメ、牌手だ、ない、うん、いや山には十分残っていました。鈴木大輔2発目の大物手のリーチも実らず、大井のポンテン、鈴木の2リーチも2人テンパイで流局。いやしかし大輔さんも連続ハネマンリーチだもんね、本当ですね、